運んできましたストークです。遊戯王デュエルモンスターズ2魔界決闘機ダークデュエルストラクチャーズかなを今回ね続けてというか初めてやっていこうと思います。前回ねデュエルモンスターズ1かなファーストクリアしたので次は2ということで初めからやっていきましょう。スタートか。遊戯王デュエルモンスターズ2の世界にようこそ。君のデュエルメールストークだ。カタカナストーク、ストーク、終わり。よし、じゃあキャンペーンからかな、やっていこうか。相変わらず4名だね。とりあえず遊戯からやっていこうか。5回ずつ勝たないとここは一緒か。あ、音楽も基本一緒っぽいね。わあ、なんかめちゃめちゃ弱なった気がする、まあ、とりあえずデュエルしましょうか。悪魔族ん、あ、ターンの終了ね。細かくなったね、ちょっとだけ。これで届ける赤きなんとかで骨ネズミを撃破で、ヤマタドラゴンで攻撃でててーん。ヤマタのドラゴンは今効かん。人造人間ジオウの影武者、ああ弱いですね。はい、とろける赤き影。最初はね、最初はじんわりじんわり削っていって、どうしても仕方ないとこある。よし、オッケー、ターンの終了。ホワイトドルフィン、水魔族とか、これなんか強弱あったんだったっけ、その辺が分からん。てかカードがめちゃめちゃ弱い。デュエルモンスターズ1の時よりなんか攻撃力低いんじゃないかなって。思うね、感じで、ほんと。OKOK。ひらがなでよかったな、ストーク。よし、攻撃。ファイト。超自利品。これ融合とかできるんかな、適当に混ぜてみるか。相変わらずね攻撃力は低いので、まあ仕方ないよ。で、鉄器の終了。混ざるんかな、あ、混ざらんかった。まあ、いっか。うわ、バット、マジか。500と350の戦いを全く持ってね。いや、まあ、初期だからしょぼいっちゃしょぼいんだけど、なかなかのクオリティの戦いやな。平和だな、平和。
平和ですね。じいちゃんみたいな強いデュエリストになりたいんだ。次は負けないぞ。モンスター、弱くね。はい、じゃあ何回かね、遊戯と戦っていきましょう。はい、カニグモ召喚。ターン終了。はい、ポッドトリックで攻撃。とりあえず500が強いというね。で終了。転がし、ホットザトリックでとりあえず撃破できるよな。めっちゃ平和なんだけど、もうここから作業感が出てしまう。間違えた、ディティールじゃない。ターン終了。融合とかできんのかな。コマンダー、コマンダー750は大きいよ。チェンジスライム、カードの量が増えとるのはいいことだよね。カードの量が増えとんのはいいことだと思うけど、めっちゃじわじわじわって戦いよね。おっ、針切る。900、やば、900のありがたさじゃん。カニグモ攻撃。はい、じわ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 と毒のようにね、削っていきましょう。転がし攻撃。コマンダー、コマンダー悪魔族、機械じゃない、悪魔族になってる。今思ったけど悪魔魔族か。よし、あといったんだな。あ、そのまま攻撃できるんか。オッケーオッケー、それは助かる。無理に出さんでいいんじゃ。ハリケル、コマンダー、よし、勝った。さあ、何が生まれる。人造人間7号。うわあ、マジか。あんま強くない。レベル9、レベル9ってなんだ。あれでレベル9ってどういうこと。はい、ではですね、今回はここまでさせていただきます。ゲーム実況はストーカーお届けしました。バイバイ。僕すぞれの流書この通り動画、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。